ような意見あると思うんですけれども、ちょっと松本さんどうですかこのニュース。犬飼の追い込み料をやめろと、うん、日本に追い込みをかけてくるわけですね。そうですそうですそうです。やり口が、はい、どんどん追い込まれてます。どんどん追い込まれてるっていうことですよね。はい、他の国では海外ではイルカショーはないんですか。あのね、イギリスは展示を禁止しております。93年から。オーストラリアは、1985年から。イルカのショー自体がもうないんです。もうないんです。だからそのイルカっていうのはやはりその、そう、頭の良い特別な生き物だという、まあ、哺乳類ですし、でやはりそのそういう展示っていう小さいところに閉じ込めとくのはこれはかわいそうだからということなんです。その向こうの言い分、向こうさんのお話では。でも動物園はありますよね。そうです。だからイルカだけなんかえらいあれ、うん、でも欧米人はなんでイルカとかクジラが好きなの。教えてくださいあの守りたがるのは、はい、感情論だと思います。可愛いからだと思います。で可愛くて哺乳類で頭がいいから、なんだろう、コミュニケーションっていうかこの中を私たちが知り得ないような、ちょっと擬人化してるっていうところもあって、それで外国人タコ嫌いだよね。はい、タコを恐れてるね。タコを恐れて、タコを食べるのって日本人とイタリアとスペインぐらいしか食べなくて、うん、タコ嫌いだとかさ、うん、それ勝手に、それぞれの文化が違いますから。ただこのこれを日本が独自で無視しやり続けるのもやっぱ国際的な孤立にもなるという、石原さんどうなんですか。いやだからほら禁煙みたいなもんで、はい、そのバーッと広がってってみんな良くないって、それは良くないじゃん。その動物を、他の動物をそのするのは良くないのみんな分かってるけども、じゃあどこまでって言った時に、今サーカスの象ももうかわいそうだっていうようになってきて、だんだんその動物をその人間が支配して、それを展示して、そのまあ要するに檻を入れて人間が誇示するっていうのは良くないっていう一連の動きあるじゃないですか。そういうのはもちろんあるのが一つと、それとやっぱりでもこれは狙い撃ちにして完全にイルカ追い込み量をやっぱりやめさせたいっていうところに持ってってるわけじゃないですか。だからその展示の話と、それからイルカ追い込み量、これ日本の文化でこういろんなものを食べるね、取って食べるいろんな食文化がありますよね中で。でどうしていくかでしょうね、それはね。イルカショーってそんな楽しいんですか。なんか出たこういうの。え、なんで、しかも楽しいですよ。子供とかめっちゃ笑ってるし、いや結構そんなん言うたらもう古田さんめっちゃ怒ると思うCM 行きましょういやでも結構いろんな人、いろんな世俗感がイルカショーをやりまくってて、でもちょっとだけわかんねえ俺この人の言うこと。そうだから、そこまでして本当にイルカをニュースすべきなのかっていう。だってイルカショーをする世俗感たくさんあるじゃないですか。だったらもっと他で差別化した方が人気世俗感になるかもしれないのに、だって今イルカショーやってますってことは何の売りにもなんないでしょう。いやいや世俗感、いやちょっとお言葉返すんですけど、秋元さんもね、お子さんいらっしゃいますけど、子供はやっぱりイルカが見たくて、めっちゃ喜ぶし、イルカバーって水かけたりとかするとめっちゃ笑うし、でもそれ本当にイルカじゃないとダメですか。イルカじゃなくても同じか。いやでもね、それはね、イルカショーがないとね、水族館に子供が納得しないみたいな感じで、ただこうふわふわっているだけじゃないですか水族館って。やっぱりああいうこうなんか、わかりました、コミュニケーションショーの話は分かりました、うん、じゃあ次追い込み量はどうですか。これ追い込み量はまあだから伝統かどうかって話はあるんですけど、ただ別に全部の伝統だからってだけで理由にならないと思うんですよね。だって日本の伝統の中でも廃れてきた伝統と守ってる伝統両方あるじゃないですか。だからもう今回にイルカがどっちになるか分かんないけど、伝統だからってだけで多分根拠としては弱くて、もう一歩ちょっと進まないと世界的にも納得してもらえないんじゃないかなって気がするんですよね。あの他局ですけど、初めてのお使いってあるじゃないですか。あれは海外国によってはダメなんですってね。あ、危ないと。ダメダメ、幼児虐待やねんって。あんなちっちゃい子供にお使いを頼む、テレビショーとしてやっていいのかって言って、あの企画がダメっていう国が結構あるんですって。確かに何歳以下の子一人で歩かせちゃいけないっていうのは海外だとありますよね、うんうん、ね、まあ基本的に危ないってこともあるとは思うんですけど、だからまあ捉え方が違う、文化の違いで、ね、でもなんかある意味このイルカの文化を日本人としてみんながこれ私の文化って感じているかって言ったらまた別の問題かなと思うんですよね。なんかちょっとプライドの問題になってきてるのかなって、こう権力に屈しなきゃいけなくなっちゃった状況が嫌だっていうことを日本
がこう侮辱されてるっていう風に感じる人。でもなんかすごいあれでしょ、なんかファックスとか役場とかにいっぱい来るんですって。だからこういうこんなするなとか、うん、でもさっきそのザ・コーブって映画ありましたけど、うん、多分あれで多分ほとんどの日本人はイルカの漁ってこうやってるなって知ったと思うんですよ、うん、だから逆にそれまでイルカのことに興味なかった人までがなんか騒いでる感じがちょっと気持ち悪いのかなって気がしたんですけどね。もともとだってイルカショーも日本のものじゃないじゃないですか。多分海外で動物園ってものがあってそれを日本に取り入れたから動物園。でもその海外がやめてるわけだもんね。そう、まあ、だからやめるやめないってことじゃないですか。ハブとマングース もう完全になくなったもんね。なくなりました。戦うやつね、今競争させてるもんね。どっちが早いか水槽みたいなところ競争させてる。え、そうなんですか。俺昔ロケで行ったってやってたんですよ。昔ロケで行ったやってたんですよ。でまた行ったらもうなくなってたからそういう時代だもんって今かけっこやってるんですか。かけっこみたいな、あのね、水槽に流すね、あの流しそうめんみたいな感じ。なんかね、より流れやすい方が勝ちみたいになってる。そうそうそう。以前松本さんがおっしゃってたけど、もうじゃあやめますって言ってこっそりやってたらええんちゃうかなっていうかね。そうなんだよ、俺もほんまそう思うねん。日本人って真面目すぎんねん。でもやめますって言って全然やっといたらええねん。中国なんかそうやんか。真正面に問題ちょっとこうなんかね角度変えてこう受け流したら、だってイルカ、ほんま嘘嘘、ごめんごめん、やめ、今度はほんまにやめるから。ほんとだね、ほんとにやめるから。分かった、オッケーって言ってこっちに、フレンド、おいノー、いやいや、ノー、ほんとアングリー、アングリー、ほんとそうなんですよ。でも俺そのうちジャザーを脱退しますところが出てきます。あ、実際ね、もう脱退する、大分県の水族館は脱退するって。それはだってそうしないと成り立たないって言ってるわけでしょ。そうすると私は脱退しますって出てくるじゃないですか。そうするとこうなんとか協会みたいな2つできるみたいなことになるじゃないですか。そうするとあのバスケットボールと同じことになります。そこでもう一悶着です。もうそんな嫌やわ。だから死活問題の人にとっては分かるんですよ。この問題、あのその、うん、個人的な問題じゃなくてっていう風になってくるんですけど、周りの結構そのいわゆるどうでもいい人たちまでもがなんかこう熱く語り始めちゃうと面倒くさいなって。これはこのワイドの人が今この場を批判してるってことですか。あ、じゃないですけど。いや、これ熱くなるよ。これ正直めっちゃ熱くなるんですよ。普段関係ないけど、うん、なんでそんなことを言われなあかんねんという、そっちでしょ。いや、俺もやっぱりそこなんですね。ここはね、本当に、はい、いる箇所は僕もそんなに何でも見ましたけど、いや、そこまで俺はあのイルカそんなに可愛いっての僕わかんないんだよ。いや、もう彼氏も違う。いや、イルカもわかる。俺もイルカもそんなに可愛いと思いますよ。いや、もう可愛い。いや、可愛い。イルカあげ、こんな可愛いんだったらイルカあげるよって言ったらどうする？大事にしろよイルカって。そんなってないけど、いや、やっぱりどうしても日本人がみんな思うのはそんなことをガタガタ周りからなんでクジラ食べんのや。そんなこっちの文化やねんからそれ言わんといてよ。でもそれは宮田さんが言うようにそこなんか意地に何でも違うかなっていう、なプライドで戦う、考えてしまうっていうか変わってくるよな。